デビュー曲が1位を逃して以降も自分たちの思いとは逆に順位は伸び悩む。その努力が実を結ぶのはデビュー曲から2年6ヶ月後のこと。その曲とは、12枚目となるシングル「ヘイヘイ大きに毎度あり」で念願のオリコン1位を獲得するに至ったのだ。